こんにちは。インターネット絵画塾についてご説明をいたします。インターネット絵画塾って何でしょうか？皆さん初めてお聞きになると思うんですね。このインターネット絵画塾、どんなことをやるんでしょうか？どんなことなんでしょうかということですね。で、この概要については、今そのインターネット絵画塾っていうのは、いわゆるインターネットを使って塾を開きますということです。簡単に言うとですね。で、今やってる塾、絵画塾、あるいは書道塾、いろんな塾がありますよね。いけばなとか、お茶屋とか、いろんな塾があります。みんな、地域限定型なんですよ。ね。生徒さんが、塾に通ってきて、そこで、塾の先生が生徒さんに教えてる。技術指導を含めていろんなことを教えてるということですよね。まあ言ってみれば昔の寺子屋とはあんまり変わらないですよね。義務教育じゃないわけですから。ですからこれを今後はですね、このインターネットというツールを使って、いわゆる通信のツールを使ってインターネットですね。このインターネットという通信の技術を使って、広域多様型のものにしていこうと。これをこういうふうにしていこうよと、インターネットで、いうことなんですよ。で、地域限定型の時には、生徒さんが、その地域に、歩いて通ったり、あるいは、車で通ったり、電車で通ったり、バスで通ったり、で、通える範囲しか、できなかったんですよね。ところが、今はいい時代になりましたよね。インターネットというものが発明されたわけですよ。で、通信という技術が、この地域を広げちゃったわけですよ。で、この典型的なのは何かというと、ベルリンの壁が崩壊しましたよね。もう何十年も前の話ですよ。あれは、要するに東西の冷戦が通信によって崩壊になったわけですね。いわゆる人々は通信手段を限定して高い壁だとか、あるいは囲い寄ったりして抑えることができなかったわけです。自由に電波が世界中飛び回って、情報が交差するようになって、その情報の内容を自由に変えることになる。そういうことによって、その地域に限定していかなくても、情報が通信によって自然と入ってくるようになったということで、それを今では自由に使えるようになったもんですから、本当にもうそこに自由性が出てきたわけです。多様化も出てきたわけです。で、こういうふうに変え時代が変わったということで考えると、今私はこの千葉の八千代市というところに塾があります。で、ここへ通って来られる方々は、まあせいぜい2時間以内、とごく限定された人しか来られませんよね。で、そうでなくて、もう北海道だろうが、九州だろうが、沖縄だろうが、あるいは外国の方々に住んでいる方々とか、離島にいる人たち、いろんな地域に住んでいる人たちが
自由にその情報を共有することができますよね。いわゆるインターネットを使ってその情報をこちらから発信してやれば、その地域で見られる、あるいは学ぶことができるような時代になったわけですよ。で、そういう諸々のことを含めて広域的に非常に広い範囲のことができる時代に変わってきてしまったと。これからますますそういう時代に入ってきますね。で、それが多様化してきます。通信技術が非常に発達して多様化してきます。そういうことによって、生徒さんが通ってこなくても自由にできますよという時代に変えていこうというふうに思っているわけです。で、わざわざ私のところまで通わなくても自宅で好きな時に好きな時間に夜中でも、どんな格好してても構わない。で、好きな場所でこたつで入りながら、おせんべい食べながら、みかん食べながら、一杯飲みながら、で、先生と自由に会いたいってお話もできるし、そこで自分の言いたいことも言えるし、書いた作品を見てもらうこともできる。そういうふうに変えていきたいというふうに思って、インターネット海外塾を始めたわけです。で、じゃあ誰がやってるんでしょうかということで考えると、主催者は私です。主催者は私ですよ。私、小高博之と言います。自己紹介は また別途ね、別途の機会で、やらせてもらいます。で、じゃあ指導内容、どんなことやるのということですね。インターネットでどんなことを教えてくるんですかということは、皆さんなどとね、同じようにここに通ってくる人と同じように、私が絵を教えたり、まあ彫刻もやってますけどね、絵を教えるね、絵画、それはまあ鉛筆であったりコンテであったり、いろんなものありますよね。水彩画でもやります、油絵もやります、水墨画、ハガキ絵もやります。いろんなもろもろを含めて絵画というジャンルを、広めていきたいと。インターネットという通信に乗っけて発信していきたいと、ここからいうふうには思ってるわけです。で、じゃあどんな方針でいく、どんなコンセプトでいくのということが心配ですよね、気がかりですよね。で、それはコンセプトはこういうことです。夢、希望、生きがい、夢を持って、希望を持って、生きがいを持っていきましょうと。そうすることによってキラキラと輝いた人生も送りますねと。それからもう一つは、新しい自分を発見していきましょうよと。これ今まで自分でできないと思ったことをできるようにしてあげたいですよ。私が今まで皆さんのことを責任持って、ある程度までできるように、絵が描けるように、楽しい仲間づくりや、自分発見をできるようにしてやれるような指導をしてあげましょうというのはコンセプトですね。こういうコンセプトで多くの人たちのところへ
インターネットを使ってこちらから発信していきますよと。で、この塾そのものは、まあ、通信という手段乗っけて、皆さんのところへ、そばへ発信していくわけですから、どんなツールを使ってどういうふうにするのかというのはあります。それはじゃあこの次にやりましょう。一応、まあ、今回は、インターネット開発ってどんなの？誰がやって、どんなことをやってくれるんですかと。いうことを簡単にかいつまんでお話をします。おいおい、じゃあ、この私ね、小高博之っていうのはどういう人物なんですかという自己紹介を含めて、また別の次の機会にお話をさせていただきます。よろしくお願いします。